千葉駅。千葉駅は、千葉県千葉市中央区新千葉一丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、千葉都市モノレールの駅である。千葉県の県庁所在地、千葉市の中心駅である。東京都心方面からの環球分離運転区間の終点であり、千葉県内各地へ向かう、各路線が集結するジャンクションでもある。 千葉市内を走る千葉都市モノレールも乗り入れている。前日の通り、千葉県の県庁所在地の中心駅ではあるが、県内の JR 東日本の駅の乗車人員数としては、船橋駅、西船橋駅、柏駅の後人を排する第四のターミナル駅となっている。事務官コードは43万1218を使用している。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、 線路名称上は、総武本線と外房線の二路線であり、このうち、総武本線を当駅の所属線とし、外房線は当駅を起点としている。一方、当駅に乗り入れる運転系統は多岐にわたる。総武本線は当駅から、東京方面は、近市町駅までが複々線となっており、快速線を走行する総武快速線と、観光線を走行する中央。 総武線各駅停車がそれぞれ運転されている。総武快速線は一部列車が当駅移動、後日の各線へ直通しているが、中央、総武線各駅停車は当駅を運転系統の奇襲点としている。なお、当駅移勢が複線だった頃は、当駅移動へ直通する各駅停車も運転されていた。現在では配線上、内房線や外房線へ直通することは可能だが、 総武本線、銚子方面や成田線へ直通することは可能となっている。駅番号は総武快速線が、女28、中央、総武線各駅停車が、JB39。房総地区各地への路線は次の4系統が発着する。千葉都市モノレールの駅は1号線と、当駅を起点とする2号線の乗り換え駅となっている。モノレール同士の乗り換え駅は、 日本国内では当駅と大阪モノレールの万博記念公園駅のみである。また京成千葉線へは中央改札から出場しモノレール連絡口を通り京成千葉駅のモノレール口から入場することで乗り換えが可能である。1963年昭和38年に移転するまでは800メートルほど東千葉駅よりの千葉市民会館周辺にあり桜。 調子方面から船橋、東京方面と、蘇我駅、安房鴨川駅方面の二股に分かれていた。そのため、船橋、東京方面と、蘇我、安房鴨川方面を結ぶ直通列車は、当駅でスイッチバックする形となっていた。船橋、東京方面から蘇我、安房鴨川方面と、桜、調子方面の二股に分かれる、線形改良されたが、駅全体が、 V 字状になっているのはその名残である。千葉近隣の駅では、大網駅も同様の変遷をたどっている。駅前広場も当時は非常に狭く、バス路線の大半は駅より離れた金見町での発着となっていた。栄町は当時の千葉駅前から県庁へのメインストリートにあたり、繁華街であった。千葉市民会館の近くに旧駅の石碑が残っている。 島式ホームが5面10線と、貨物用の線路が1線、0番線、2009年3月14日、ダイヤ改正より使用停止ある。1から6番線と7から10番線は、東側で駅ビル、駅本屋を兼ね、ペリエファッション館が入っているを挟む形で分かれている。そのため、東側では5.6番線ホームと7.8番線ホームの距離が離れている。 大地の斜面に位置しているため、西千葉駅、稲毛駅方向では地上であるが、本千葉駅、東千葉駅方向は、高架となっている。駅が、このような型になった理由については、歴史を参照。改札口は1から6番線と7から10番線の、二股の間にある、中央改札口、東口、南口、千葉公園口、モノレール連絡口に、接続と、 西千葉駅方向の高架橋にある西改札口、西口、北口に接続の2つある。西改札口は2018年3月3日より、始発から午前6時50分までの間は遠隔対応、インターホン対応は、稲毛駅が行うのため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみ稼働している。2つの改札口は改札内の連絡通路で直結しており、 駅ビルと一体化している。コンコースは3階にあり、中央改札口につながる東側通路、西改札口につながる西側通路、その間にある中央通路で構成されている。東側通路とホームの間にはエスカレーターとエレベーターが設置されている。車椅子用トイレは東側通路1.2番線側と中央通路9.10番線と連絡通路にあ 鉄道警察隊は、東側通路9.10番線側にある。なお、JR 東日本千葉支社は、2008年9月18日に、千葉駅とペリエ1となっている、千葉駅ビルの建て替えを発表している、後日。2010年7月現在、駅構内のほとんどの店舗が閉店され、本格的に工事が始まり、通路に、天窓が建設され、 7.8番線の一部階段が閉鎖し使用できなくなっている。また、西口改札外の歩道橋がすでに建て替えられている。移転前の駅構造は、東端式ホーム2面3線と島式ホーム1面2線の計3面5線、加えて複数の留置線を有していたで、0番線は、房総東線、弦、外房線、1番線は、房総再線、弦、内房線、 2番線は、成田線。3番線は、中央、総武線、各駅停車。4番線は、総武本線が使用していた。出店、JR 東日本、駅構内図。総武本線の下り本線は10番線。上り本線は7番線。成田エクスプレスは、この両ホームを通過、当駅に停車する列車も使用する。線路の配線状況により、 1>, 1から6番線の線路と7から10番線の線路は東側では一切交差していない。そのため直通先が多岐にわたっている総武線、快速、特急列車は東京方面行きの快速電車は終日3から10番線からランダムに発車している。その上、当駅伊東、伊南各方面へ行く運転系統自体は番線が固定化され、ホームごとに内房線。 外防線、総武本線、西線と振り分け案内されていることがより分かりにくくしていたため、以上の各ホーム案内サインに、横須賀、総武線、快速を追加兵器した。しかし、総武快速線の番線は固定化できないため、本質的な改善が達成されたわけではない。このような事情から、利用の際には、その都度コンコースの LED の発射表を確認する。 必要がある。そのため、総武快速線専用の LED 発車表も存在し、東京、横浜、大船方面と記載されている。では、総武快速線を使用する、上り列車を対象としているので、東京駅を経由せず、新宿方面に向かう列車なども表示される。このほか、各路線、各番線ごとの LED 発車表に加えて、内房線、外房線、 総武本線、成田線の LED 発車表も存在する。平日朝ラッシュ時において、当駅始発の快速、通勤快速東京方面域は、7時23分発、快速東京域から8時25分発、快速東京域の間は一本もない。当駅では、発車ベル、当時主流のピロピロピロという電子音が、近隣から騒音であるとの苦情に応えて、 JR 東日本の主要駅としては初めて1988年、昭和63年8月7日まで発車ベルを鳴らさない運行を行う試験を行い、特に問題も生じなかったことから、そのまま試行期間の終了後に発車ベルを全面廃止した。この試みは、静けさで心が和らぐ改善などの肯定的な評価をされ、業界史でも取り上げられるなど注目を集め、 同年10月には早くも市川駅や稲毛駅といった同じ千葉県内の駅のみならず、東京都内の新小岩駅など県外の駅にも広がることになり、後に JR 駅の発車ベルが電子音からメロディに変わるきっかけともなった。その後これらの駅では発車メロディが相次いで導入されたが、当駅では現在も発車メロディを含めて鳴らしていない。1.2番線は接近時と 発車前に岩根型以前は戦国型で、さらにその前までは小山型を使用していたの放送が流れ、3から10番線は放送応は流れず、東務駅長から車掌への出発指示合図となる、電子音ではないベル、ジリ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 ンという音のみが、竜手ドアが閉まる、下りのみ。なお、中央、総武線各駅停車の全区間。 三鷹お茶の水東駅間と横須賀、総武快速線の一部区間、栗浜東京幕張間は、オットースが導入されているが、駅の西千葉、稲毛寄りに出発指示機が設置されている。また、新駅舎が開業時にオットース対応発射表と自動放送用のスピーカーが設置されたが、設定は変えておらず、現在もオフライン状態になっている。千葉伊藤。 伊南方面の普通列車に使用する電車は、基本的に209系転用改造車。かつて総武本線と成田線の一部は211系で運行であることや、長子港、総武本線、成田線、安房鴨川行、内房線、外房線、鳴門港、総武本線、外房、東金線はそれぞれ異なる経由路線が存在するので、 五条防止のために209系転用改造車の方向膜、LED 式は、前面には、路線名のみ、側面には、路線名のみと路線名行き先の交互表示と常に、路線名が表示されている。211系の方向膜、膜式では、前面と側面の両方に、各路線のラインカラーも表示されていた。また、前述の通り当たり駅伊東、伊南各方面へ行く。 運転系統は、基本的に、路線別に番線が固定化されているため、案内サインやホームにある屋根の柱の色など、ところどころそれぞれのラインカラーで色分けされている箇所が見受けられる。ちなみに当駅を通過する列車は、成田エクスプレス、一部停車のみであるが、同列車の運転本数が多い一方、当駅を通る潮際やあずさの運転本数は少ない、ため、 特急列車に関しては停車する便よりも通過する便の方が多い。以下の表は現在地に移転してからの当駅ホームの変遷を記したものである。島式ホーム2面に線を有する高海駅、JR 千葉駅の東口改札の前に正面口が、JR 千葉駅の中央改札を出て少し右寄りに連絡通路もある。3階、コンコース階には改札口、 駅事務室、車椅子対応トイレがある。4階、ホーム階に、ホームがある。各階間にはエスカレーターがあり、このうち3階と4階間にあるものは、車椅子対応である。また、地上と3階、3階と4階間に、車椅子対応エレベーターもある。3階には、京成千葉線京成千葉駅への乗り換え口、祖号千葉店4階、センシティタワー4階との通路もある。 なお、開業から現在の駅舎ができるまでは、千葉公園駅方向に約100メートルよりの仮駅であったが、千葉港駅までの延伸時に現在の駅舎へ移行した。仮駅時代は現在の駅舎の手前まで線路が伸びていたため、それを利用して引上げ線として、使用、同時にホームも乗車線用と降車線用に分けていた。 列車の車外スピーカーからなる仕組みとなっており、線系電車の場合は、電子ベル、霊系電車の場合は発車メロディとなっている。JR 駅で販売している主な駅弁は、下記の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。当駅は、千葉市中心部の北西端に位置し、東口より南東方の中央公園などの中央方面に向かう、広い通り。 千葉駅前大通りが伸びる。これは、1963年の千葉駅の現在地への移転に合わせ、周辺区画と共に整備されたもので、デパートやオフィスビルなど大きめのビルがある。中央公園付近は、千葉都市モノレール1号線、足川公園駅が最寄り駅である。路上喫煙禁止地区になっている。一方通行路や右折禁止の交差点が多く、 客待ちをするタクシーの台数もかなり多い。東口の駅前にはデパートやショッピングセンターなどのビルが林立している。ただし、位置と構造の関係上、北口と西口は東口と比べ人出が少ない。北口は1 9九十年代まで完成な住宅街であったが、現在は駅前広場が整備され、広い道幅の道路が開通しているほか、高等学校や 大手予備校もあり学生は比較的多い。東方向の先は関東屈指の観楽街、栄町、南東方向は中心部の繁華街、富士見、中央、北方向、弁天と西方向、新千葉は駅から離れると住宅街で南方向、新町、新田町、新宿はビルなどが混在する地域となっている。栄町は 千葉都市モノレール1号線栄町駅が最寄り駅であるが、当駅から徒歩でも近い。しかし、千葉市民会館など旧千葉駅付近は、東千葉駅が最寄り駅である。西方向の住宅街は、新千葉2丁目南部など京成新千葉駅が最寄り駅となる場所もある。駅前広場は、東口と北口にあり、おのおのバスタクシー乗り場があるが、東口前のバスターミナルは、 規模が大きく、県と中心駅の性格を表している。東口は、路線バス用、一般車とタクシー用と、レーンが分かれている。県庁、千葉県警察本部や千葉地方裁判所、千葉地方検察庁など、国や県の機関と、その関連施設は、歴史的に、千葉市の中心部である京成千葉中央駅から、本千葉駅にかけての一帯の東側、長須や、 市場町にある。当駅からは、徒歩で、約20分かかるため、千葉都市モノレール1号線県庁前駅、県庁舎、県警本部、足川公園駅、千葉地検、千葉地裁、本千葉駅、県警本部、県庁舎からの徒歩か、バスターミナルから、千葉中央バスや小港鉄道バスなどの路線バスを、利用する方が便利である。JR 東口、モノレール駅前。 新千葉一丁目駅前広場周辺新町、京成千葉駅周辺。栄町駅付近は、栄町駅周辺も参照。足川公園駅、千葉中央駅付近は、足川公園駅、千葉中央駅も参照。富士見一丁目千葉駅前大通り北東側富士見二丁目、千葉駅前大通り南西側中央、新町新田町。新千葉駅付近は新千葉駅も参照。 JR 千葉駅の西口地区では長らく再開発が行われている。事業主体である千葉市は千葉県が管理処分計画を認可したのを受け、事業地内にある既存の建物の解体に着手。東口に集中する交通機能などを西口に分散させ、臨海部や千葉港エリアへのアクセス向上を図るため、1990年より再開発事業が進められていたが、 バブル崩壊の煽りを受け、地権者との交渉が難航していた。映画区は民間事業者が建設し、保留床を取得する特定建築者制度で開始され、一度は応募した建築業者の事態もあったが、最終的に体制建設によって建設された3つの再開発ビル、ウェストリ、ウェストリオが2013年10月に完成。 ついで2014年4月には西口駅前広場もでき、おおむね完成を見た。なお B 外区については2014年3月に新日本建設が事業協力者に指名され、今後着工される見込み。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。